どうもー、ヤンです。今日はですね、出会いを大切にするということについてお話ししたいと思います。えー、まず最初、近況報告というか、まあ、昨日ですね、えー、ジョギングをしました、えー。夜ですね、ジョギングをしてですね、えー、9.25キロですね、9.25キロの距離を、えー、走りました。で この距離っていうのはね、この距離っていうか、このコース、この9.25キロのコースっていうのがですね、えー、僕が、えー、左足首を痛めた時のコースなんですね。で、左足首を痛めてですね、ほんで、えー、まあ、下り坂でちょっと暗かったんで、夜走ったんで、夜走ってたんでね、暗かってほんで、足をぐねってしまったんですね。そっからね、1ヶ月ほど、4週間ほとね、えー、走りをストップしました。で、4週間ストップしてですね、 ほんで、そこからまたスタートして5キロに戻したんですね。で、5キロをこう走って、ほんで、次また5キロを週2回走って、次6キロを週、6キロじゃ8キロ弱ですね、7. 点何キロぐらいの距離を週2回走って、ほんで、昨日9キロ強の距離を走らせていただいたということで、やっとね、まあ、日にちでいうと50日ぐらいかかってます。怪我してから50日後にやっと前足をぐねっ 時の距離ままでで戻すことができましただからちょっと怪我をするとですねやっぱりそれぐらいこうロスになるというか50日こう戻すのに50日かかっていくんで。 まあまああのー、筋肉的に足の筋肉的にはこうパンパンになっててですね今日の朝は大丈夫ですけどもその走ってた時はなかなかこう負担かかっとるなという感じがあってです、ね、これからこの足の筋肉の持久力を上げていくとでこの距離です、ね、このコースの距離を、えー、しばらく走ってです、ね、である程度走れるようになったらまた次の10キロ超えのコースにこう進んでいこうかなというふうに考えています。 ということだから昨日もね結局1時間近く結局走ってたというところであります。まあまあ仕方ないこういうことありながら進んでいくしかないかなというふうに考えております。で今日のテーマ「出会いを大切にする」っていうのはですねこういろんな出会いがあると思うんですけども僕は、ね、そこまでね以前はそんなに大切に思ってないというかそんな気づけてなかったんですけども。 今こうねいろいろこう振り返ってみるとかよくよく考えてみるとですねあの時にまああの人に出会ってほんで知り合ってこうまあまあ人間関係ができてですねで何かこう今もやってることをこう伝えてくれる形でま間、あ、接的にでもですね伝えてくれることによってですね僕はそれをあの 有効にというか、それを知ってそれをやることによってこう人生が進んでいっていることっていうのもあるんですけどもでそういうことをこう伝えてくれてでちょっとしたらその人間関係はなくなってるっていうまあ不思議なこう人間関係というか今はもう人間関係がないというかまあ別にあのー。 連絡が取れば別に大丈夫なんでしょうけども今はもう連絡取っっててなないいようう人間関係っていうのがあるんですねでそういう人が結構何人かいてですねあ,あの人はあのタイミングで僕にこれを教えてくれるためにこう、えー、現れてですねでそれを僕が伝えて僕がそれをしっかりとやるようになるともうその方はいなくなっているというね。なんかね、そういうい方が おられるっていうのはですね、やっぱりそういう出会いっていう一つ一つ、そのそこまで深い人間関係にななかった人でもですね、そこにこうものすごく大事なことをこう伝えてくれてることがあるんですね。で、その人はもちろんそのために僕の前に現れたわけではないんですよね。その人自身の、えー、意思で。 現れたんではなく偶然というかそういうものでこう運んでくれてるっていうのがあるというだからまあそういうシンクロニシティとかよく言いますけどもそういうことが起きてるのかなと思ったりしてますねだから結構その1回だけの出会いだったりしたとしてもですねそれは結構大切に思った方がもうちょっとこうありがたいもんやと思った方がいいのかなというふうに感じていますね今 今の段階でではそういうい感じです。前は別にそんなにその深く考えてなかったですけどもそこでのこう接点っていうのが何かこう偶然ではあるんですけどもそこにこう意味が後,後々こう出てきたりとかそ,こその接点があること自体がこう意味のあることやったりとか、えー、そういうことがあるのかなと思ったりはしてます。うん であのー、無理やり、ね、こう人間関係をこう作ったりとか、えー、する必要もなくてですねその近づいて離れたらもうそれはそれでいいという僕は考え方をしてるんですけどもそれはそれでいいんですけども何かこう、ねえー、気づきであったりメッセージであったりこうそういうものをこう伝えてくれてる。 こととがあるとそれは、えー、その人自身がそのために僕の前に現れたっていう意思ではなくてですね僕にとってはそういう、えー、気づき、えー、メッセージがあったということが後々になって分かってくるようなこういう、えー、偶然の出会いがあるのかなと思っております。だかから、あのー、もううちょっととねその適当にというか えー、いい加減にこう思うんではなくてですね結構これはこれでこうすごくありがたいこと、えー、感謝するようなことなんじゃないかなというふうに思ったりはしてもいいんかなと思ってます。そのえー、無理してねそのありがたかったり何やかんやする必要はないかもしれないですけども、えー、何かこう何かがあるということですよね。 何かの気づきがあるということです。でそれは相手さんは何もそれを意識してないということですね。でこちらも別にそこまで大きな意識はしてないんですけどもそこに意味があったりするっていうことがあるということです。だからこう結構出会いっていうのは、えー、大切にした方がいい。特に偶然の出会いっていうところが結構大切にしてその会おうと思って会ってるのは自分の意思ですよね。えー、健在意識でででってるんでねそそこまでそこまに、えー一応 あのまあ役立つことやったりなんかあるかもしれないですけどそこにあんまり意味はなくてですね偶然のなんか出会いというか、えー、そういうものがこうかなりこう人生にとっては重要であってそこをこうしっかり生かしていくっていうのがこう,う,んうまくいくというか何かそのあるんじゃないかなと思ってこう見てみるとこう面白いというかうん何かね その気づきなり何なりがあるというふうに僕は考えておりますということで今日は出会いを大切にするということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます